ということで、はい、ということで10時48分ということでね、はい、今から外出たいと思います。今クソ暑いんでちょっと気をつけます。お疲れ様です。2時23分でございます。なんやかんやですね、めちゃくちゃ労働しちゃった。労働したくねえのになるんだもん、取っちゃうよ。ということで今からちょっと筋トレ行きたいと思います。1時間ぐらいかな、筋トレして。あー疲れた。はい、筋トレ終了でございます。あと帰ります。ホットモットで飯食いますわ、腹減った。さてお疲れ様です。暑い、4時14分か。いや朝からですねすごい健康的な、健康的でした。はい、あ疲れちゃったということで、まあとりあえず飯です。450円のホットモットで、ね、海苔弁と豚汁でいただきます。はい、おはようございます。9月12日9時22分ということでね、はい、昨日帰ってからですね、ずっと寝てましたね。はい、やべえ、まあ、いやとりあえずちょっとお腹すいたんで飯作りたいと思います。はい、朝飯でございますと。9時31分いただきます。いい、9時40分ということで、部屋片付け掃き掃除します。掃き掃除、そして、まあ、食器洗って外出よっか。はい、なんかやる気出ねえな。ちょっとコーヒー飲んでちょっとやる気出してます。ということで12時50分でございます。何もやっておりませんということで、掃除をしてですね、あと扇風機もですね気にしました。はい、ということでですね、なんだかコメントくださった方がいて、あのケツニキビですね、アテローム、はい、アテローム粉瘤ですなんですけどね、多分私のケツニキビも多分それなんですよ、アテロームって言って。で感知しないらしいんですよね、はい、ネットで調べたら。ちゃんと切除しないとですね、感知しないってまた何回も同じ風になるということで、でこれでもう3回目ぐらいですよ。なんかボコボコボコってなって、八戸行ったあたり戻ってきたなって、そっから定期的になってんですよ。ボコ1週間に1回、次の週に1回みたいな、もう超ストレスで、ですね、薬飲んでも多分治んないんですよね。はい、もう別の皮膚科行こうかなと思ってます。薬の2週間ちょっと様子見てくださいって言われたんですけど、まあ、2週間経つじゃないですか、多分まだできるんですよ。でそっから炎症収まってから多分切除になるのかな。そうなるとまた1ヶ月ぐらい経つんですよね。もうめんどくさいんで、もう違う皮膚科行って来てもらうかなんですけどね。で問題があって、そのアテロームがある場所があってね、結構肛門近いんですよ。肛門が近くて、でその皮膚科行った時にですね、もしアテロームだった場合ですね、肛門科紹介してあげますと言われて、そこじゃやりませんってことなんですよ、つまり。はい、多分肛門近いんで、皮膚科じゃできないですよね。はい、そこからもしかしたらね、治療とかになる可能性もあるんじゃないかな、わかんないですけどね。はい、ということで、まあ結論から言うとですね、はい、もうなんか早く治したいんで、別の肛門科、別の肛門科行こうかなと思ってます。はい。ということで、はい。そんな感じで、はい。とりあえず筋トレ行ってきます。はい、ということで、58点。あ、ちょっと待って、今。太ったぞ。やば。ちょっと58.5だから、この前57だから1キロ増えたな。うわぁ、嬉しい。どんどん結果出てきますね。どんどん結果出てる。うわ、太った。ということで帰ってまいりました。3時15分ですね。いやー疲れた。はい。今日も病院があるので、3時半ぐらいから病院があるので、それまで自宅待機です。いやー疲れた。いやけど体重増えましたね。1ヶ月前ぐらいに体重測った時は 37.4kg だったんで、1kg ぐらい増えてるんですよね。で多分筋肉痛ですね。筋肉がついたんだと思います。はい。
やいやすごいですね、効果出るもんで、はい、このままですね60キロ、目指して頑張ってきて頑張っていきたいと思います。10時49分でございます。すき家で飯です。あー、クソさんからということで、11時51分でございます。久しぶりこの時間帯ですわ。いやー、今までちょっと早寝早起きだったんで、早寝早起きでしたね。はい、ということで今日はちょっと疲れちゃった、寝たいと思います。お疲れ様です。